はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。今回はですね、パック紹介と高騰状況を説明させていただく配信となります。まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではですね、今回はこちらでございます。パラダイムトリガーです。2022年10月21日発売。これ今動画のこの編集しているのが10月の24日なので、3日前に発売されました。内訳を簡単に紹介させていただきたいと思います。あくまで傾向等の話ですので、まあ参考程度に聞いていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。それではじゃあ早速始めましょう。まずはこちらから。今回ちょっと点数が多いので、2つまとめました。サポートの2枚ですね。スズナ SR と作業員 SR でございます。各スズナ SR が今現在買取価格3万円、作業員が4000円。で、提示しているショップさんがございます。まずですね、スズナに関しては、初っ端この買取で3万円とついているのはですね、サポートの SR の中でも相当優秀なカードとなります。で、並びにですね、作業員は、今現在、4000円という買取がついてますけども、こちらは伸びてくるでしょう。今4000円ということなんですけど、このパラダイムトリガー自体のですね、パックの入手、困難具合。どこのショップでも、パック自体が手に入らなくなってから、少しずつ、高騰していくんではないかと、後々来ると思いますので、お持ちの方はぜひ保管をしてみてください。ちょっとね、先に紹介の方、ボンボン行ってしまいますね。次、こちら行きます。はい。スペシャルアートってやつですね。SA でございます。レジドラゴの V とアンノーン V、それからスカタンク V と。で、それぞれ今買取価格がこうなっております。特にね、レジドラゴ、今現時点で7000円ということなので、これはまああっという間に万を超えてくるかと思いますね。スペシャルアートは、まあ散々申し上げてますけども、大半のカードが高騰しております。高騰していないスペシャルアートを探す方が難しいです。今現在、アンノーンが5500円、それからスカタンクが2300円となってますけども、ぐいぐい上がってくるはずです。過去のね、例えばバンギラスの SA とかもね、最初はこういった価格でした。でも今はもう万超えてきてますよね。スペシャルアートはもうバカになりませんので、当たっている方は、本当に保管をお勧めします。もう少し、待ってみてはいかがでしょうか。それではじゃあ次がですね、今回のトップレアでございます。パラダイムトリガー、大変この話題になりました、1枚となります。こちらです。ルギア V のスペシャルアートでございます。このパラダイムトリガーは、発売される前から、このルギアのね、スペシャルアートが出るっていうことがですね、海外の、要はフラゲですよね。このスペシャルアートの、このね、すごいイラストのが出てくるぞということになってました。輸送はでしてたんですけども、まさかここまで行くかなっていう状態でしたね。現在の買取価格、7万円で提示しているところがございます。で、ちなみに、ショップによっては10万円越しているところもあります。7万円がもうね、最初からついてくるカードって、まあ、そうそうないので、私これ一番最初に思ったのは、やっぱね、ルギアのね、この人気なんですよね。ルギアって、この後もちょっと紹介するんですけども、海外のファンがかなりいるんだなっていうのを、実は結構いろんなところで調べて、見ました。数字で出ているものを探したんですけども、ちょっとなかなかなかったんですが、海外の人気ランキングとかいろいろちょっと調べたんですけどね、やっぱり海外も場所によって、で、人気のあるキャラクターって本当にバラバラなんですよ。ゲンガーがものすごい盛り上がってるとことか、ラプラスがめっちゃ盛り上がってるところだとか、イワークが盛り上がってるとか、いろんなのが本当ね、場所によってバラバラなんですよ。まあ分かっていることは、まあピカチュウがポケモンファンの中でも、22% だっけな、22% を、人気占めているのがピカチュウなので、っていうこともあるんですけど、ちょっとそういった数字が出てきてたらね、紹介したかったんですが、残念ながら出ておりません。ただ、ルギアのファンがかなりいらっしゃるっていうことは感じ取れましたので、これはですね、日本国内だけではなく、まあこの円安の効果によってですね、海外の方が入手をしようと釣り上がっていっている傾向があります。この人の感覚だと、ルギア V が下がる感じはしませんね。ですので、まあこれは本当に下方レベルで取っといてもらってもいいんじゃないかなと思います。イラストも相当かっこいいですからね。ぜひ保管をしてみてください。というようなレベルでございますね。先ほどもお伝えした通り、このルギアのことに関してちょっと簡単に説明しようと思います。今回ちょっとこちら出します。パラダイムトリガーから出てくる、ルギアと、プロモですね。ワンボックスに1個、そのプロモが配布されているんですけど、もっとね、配ってもいいんじゃないかっていう感じはするんですけど、ワンボックスに対して、ワンパックのプロモカードです。並びにこの中5種類入ってますので、そこからまた、ルギアがね、封入率としては低いと。言われているケースがありますので、非常にちょっと入手としては数が少ない、ものとなってますね。で、現在のこれ全部、価格がこういった形になってます。やはりこのプロモカードがね、入手するのがきついっていうこともありまして、このルギア V の SR、
よりも高くなってしまってるんですね。初動もっと高かったですよね。確か販売7000円とか8000円で販売してませんでした、最初。多分そんくらいだったと思うんですよ。で、今ちょっと落ち着いて4000円から5000円の間をまあ推移してるんですけども、まあ買い取り価格ででも2500円、今現在ついている状態です。封入率って結構その大事なね、あの話になってきますね。例えばこのルギアの、V スターの UR 7500円という形になってますけども、一般的に UR って10ボックスに1枚封入率って言われてます。5万円かけてやっと1枚出るか出ないかの封入率なんですね。その割には7500円っていう感じなんで、 SR はね、あの1ボックスまず確定で1枚で、まあ2枚箱っていうのもたまにあったりするんですけども、確定で1枚ですよね。この封入率を考えてもですね、このルギア V スターのプロモっていうのが非常に入手としては難しいですね。まあさっきの UR も10ボックスにつき1枚っていうことも言いましたけど、まあそれに近い形なんじゃないかなと。だって10ボックス買って10パックですよ。でその10パックの中から5種類あるうちの1枚を引かなきゃいけないんで、確率としては相当低い。でなおかつルギアは封入率が少ないって言われてるものなので、ですので UR より下手すると難しいんじゃないかなっていう感じもするので、まあこういった価格がついてるんじゃないかなと思います。今回ですね、まあサムネにも実は書いたんですけど、損をしないパックなんじゃないかっていうことをちょっと入れたんですよ。でこれなぜかっていうとですね、これまあご覧いただいて分かる通り、このルギアの通常の V スター、まあ、いわゆるトリプルレアって言われるものですね。それからルギアの V、通常の、ダブルレアって言われるものですね。ワンボックスにつき、ダブルレアの場合は4枚から5枚、トリプルレアの場合は2枚入っていると言われています。それがね、今現在の価格としてこれだけついてるんですよ。 V スターで今、最大700円の買い取り出しているところがあって、で、V は、500円の買い取りを出しているところがあると。元が取れてしまう、まあまあ元は取れるまではいかないかもしれないですけど、この金額が戻ってくる計算になりそうなんですよね。それにちょっと付随してこちらをちょっと紹介するんですけど、アーケオスの、プロモと、通常のレア、それから森の封印石ってやつですね。そこそこ話題になった実はカードなんですよね。これもまあ今買い取り価格がこれだけついてます。プロモはね、さっきもお伝えした通り、もうあのワンボックスにつき1枚なんで難しいですけど、まあそれでも1枚200円と。で通常のこのレアに関してはワンボックスの中でも複数枚出てきます。こちらが1枚あたり50円、森の封印石に関しては最大今250円ついてるところがあります。このね、森の封印石、相当今ショップさんも在庫を抱えてます。かなり、の数をもう保管してるんですけども、それでもまだこの金額をつけてるっていうことは、レギュレーション内はね、ゲームの需要として非常に必要なカードになりそうかなってますね。いくら玉数が多くても、これくらいの価格がついてくるんですね。でさらに、ショップさんの方でも、在庫がなくなってくると、またこれ価格が少しずつ伸びてきます。でゲームで使っていただく方はガンガンもう使ってほしいですし、まあ、そうでない方はこうさばいていてもいいんじゃないかなっていうのが思いますね。まあ、そこそこのところまで元が取れてくる可能性があるんですね。ということで現状の状況、買取状況を見ると、マイナスしづらいパックと私はこれ思ってます。だ最近のパックの中で一番なんか優秀かもしれないなっていうのを思ってますっていうぐらい、需要の多いカードが、ね、非常に含まれているのがパラダイムトリガーだと、私は思ってます。見つけ次第コロムシもね、ガンガンこれ購入したいとは思ってるんですけども、まあなかなかね出回ってませんね。やっぱりお店に並んでるところは見る回数が本当に少ない状況なので、入手としては非常に困難な、状態なで、最後にですね、まあコロムシなんとなくちょっと一押しっていうものなんですけど、これが、もう最初に紹介しましたこちらですね、スズナ SR。 これはですね、パラダイムトリガーの中で、一番ポテンシャルを持っているかなと、私は思ってます。で、これなぜかっていう話なんですけど、コロムシのね、この配信を見ていただいている方は、まず、ご存知だと思います。イラストレーターが斎藤直樹さんであるということですね。サポート SR の中でかなり優秀です。今回、ルギアのスペシャルアートが、7万とか10万とか、そのトップレアでついているものがあまりにもちょっと強すぎたんで、比較的ちょっと霞んで見えますけども、このスズナ SR は、今後、爆上がりしていく可能性があると私は踏んでます。ちょっとね、こう、根拠のない話をするんですけど、ちょっとね、ルチアの匂いがするんですよ。まあ、なんなのですかね。この、まあ、斎藤直樹さんのイラストだからとか、なんかピースがそういう風に、これどっちのカードもピースしてるんですよ。それがそうさせるのか、ちょっとよくわからないんですけど、どうもなんかね、この、ルチアと同じような高騰していくような香りがするんですよね。
ごめんなさい、本当に根拠のない話なんですけど、まあこれはあくまでコロムシの感想です。で、私はこれスズナ SR まだ持ってないですけど、間違いなくこれ保管します。伸びるも前提で私も保管をしようかなと思っているので、まあおすすめをさせていただきます。コロムシ、この配信の前にですね、秋葉原のショップのですね、買い取りの実態みたいな動画を配信したんですよね。まだご覧になられてない方は、ぜひ再生リストとかから、全部貼っときますので見ていただきたいんですけど、あくまで今私、お伝えした価格っていうのは全てショップが提示している、買取価格です。ですので、これを満額がつくかどうかっていうのは私はわかりません。まあ、つかない場合もあるかもしれません。ただ、パラダイムトリガーで出てくる、カードのパワーバランスを測るために、あくまで今、出していることですので、本当に参考程度にぜひ聞いていただけたらなと思います。で、私も、参考程度に見るようにしております。結果何が言いたいかというとですね、非常に優秀なパックだと思います。この、パラダイムトリガー、ぜひね見つけたら即購入していただいていいと思います。何が出るか分かりませんしね、そういった形で、楽しんでいただけたら、まあゲームでね楽しんでいただくことも もちろんですし、コロムシのようにコレクションしていく、方もいらっしゃれば、どれにしたって皆さんポケモンファンだと思いますんで、それぞれの楽しみ方で楽しんでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今回の動画はこちらで終了させていただきます。また次回情報などがありましたらですね、配信してみたいと思いますので、もし参考になったなっていう方がいらっしゃったら、チャンネル登録、それから高評価、Twitter のフォローなどいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。はい、それではじゃあこちらで終了させていただきます。次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。